バンキシャ。こんにちは、梅谷ニュースの時間です。あの騒動を起こした男が今夜記者会見が行われるということで、もうじき出てくると思うのでちょっとここで待っておきましょう。出てきました、出てきました。申し訳ございませんでした。ちょっと寄ってみましょう、寄ってみましょう。いろいろ聞けることに聞きましょう。申し訳ございませんでした。どういうことですか？申し訳ございませんでした。まさかこんなことになるとは本当に思っていませんでした。皆さんに何かありますか？まず皆さんには本当に不快な思いをさせてしまって、本当に申し訳なかったというところですね。今その誰に一番謝りたいですか？ここまで育ててくれた、お父さんお母さんの3人に、謝りたいなと思っております。はい、バレないと思っていたんですか？正直に言うといつか出るかなと思っていたんですけれども、こんなに早く出てしまうとは本当に思っていませんでした。本当に申し訳ございません。過去に、今回のことをされたことはあったんですか？はいはい、今回のことを、以前で言うと記憶のない頃に一度しているかなと思います。どちらが大切なんですか？それはですね、どうして答えれないんですか？すいません、両方大事にしたいということですか？いや、両方大切な存在でして本当にお答えできません。申し訳ございません。事務所、台帳、いや事務所を通していただきたいです。本当に気が緩んでしまっていて、本当にお手柔らかに、まさか出るとは思っていなくて、このような事態になっております。今後はですね、本当に尻に敷かれる、いや尻に敷いて、本当に緩まないように、気を、お尻を引き締めていきたいなと思っております。それでは、過去にどのような、ことがあったのか、こちら VTR を、用意してますんで VTR どうぞ。もっとさ、頑張れよ。頑張るぞ。頑張れよ。お前のせいだ。ああ、もう。ああ。うー。お前何言ってる。ああ、もう。腕すぎやって、まあほんまに。キヨキヨハロー YouTube よろしくお願いしました。では行きます。はい、カルロスゴン、ロベルト・カルロスゴン。わらわら言うてますけどね。言うてますよね。やばい、いきます。マジックやん、手からトランジ5。そんなことのせい。今回、牧比嘉さんの実際の、騒動の、映像を入手してますんで、こちらです。うわぁ、そんなセリフも言ってしもうたやん。上じゃん。ちょっと待って、やばいやばいやばい。くそ、ついにや、最悪や。ごめんみんな、マジでごめん。ほんまにやばい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 。どうやってトイレ行ったらいい？どうやってトイレ行ったらいい？最悪や！スコリスさん！最悪！最悪！ついに出てない！パンツ買えない！パンツ買えないって！パンツ買えないって！嫌いだよ！どうやって行く？どういうこと？逃げた、蹴りの身で。出た。そう、逃げた。何してんの？手は何してんの？垂れてきそうやから。皆さんにご迷惑をおかけして。風呂行け、風呂行け、風呂行け。音さ、音が。風呂やって、風呂やって、風呂行け。どんな偉くなっても牧比嘉らしくあれよ。